します。ほう。すいません。いや、いい意味で予想外な部屋だなって思って。いや、だって会社じゃさ、バリバリ仕事こなして誰からも信頼されてる先輩って感じじゃないですか。なのに部屋可愛いってこれずるくないですか？あ、めっちゃキッチン可愛い。ごめん。いつも、だから、いい意味ってさっき言いましたよ。こういうギャップに男は弱かったりするんすよ。もちろん俺もだけど。はい。このことは誰にも言いません。いや、なんか二人だけの秘密みたいで嬉しい。おい、先輩も照れてるんですかね、それ。顔が真っ赤になって可愛いじゃん。別にからかってないっすよ。思ったことそのまま伝えたってわけだし。ここ座っていい？すみません。失礼します。なんか、会社で見せる真剣な姿も好きなんですけど、今の先輩も可愛くてマジで好きですわ。好きな人に好きって伝えるのダメ？けど？あ、もしかして先輩って俺のこと軽く見てます？うわ、やっぱり。もうそれ心外だな。確かにチャラそうとか言われますけど、さすがに誰にでも好きなんて言わないですからね。いや、まあ、さ、やりたいだけなら会社の先輩になんてわざわざ行かないよ。周りにバレたら面倒なだけだし。でも頑張って食事に誘って、終電がなくなるまで引き伸ばすのがどんなに大変だったか分かってます？まあ家に招き入れてくれたのは想定外なんでしたけど。で、一つだけ分かったことはあるんすよ。先輩も俺のことが嫌いではないってこと。だって嫌いな人間を家にあげようとはしませんもんね。え？違うんすか？え？マジで？え？なんて？なんで？え？勝手に舞い上がって喜んだの俺だけ？モテるのは先輩の方だと思うんですけど。まさか自覚ない？それは、高嶺の花みたいなもんで、みんな声をかける勇気がないだけですって。いや、本当にいい加減にしなさいよ。しなさいよとか言っちゃったけど、先輩綺麗でマジで可愛いですからね。わかりました？じゃあ、ここまで言ってもわかんないっていうなら、一晩かけて俺がたくさん伝えてあげます。いや、いいじゃないですか。解けちゃっても。二人だけの秘密が増えていくのは大歓迎ですし。いや、それ、この状況で聞きます？いや、そりゃ付き合えるなら付き合いたいですよ。でも俺、片思いは嫌なんですよね。なんか今がっついたらダメような気がしてるんで、まあ、もう少し待とうかなって思ってるんですけど。いや、もうただ覚えといてくださいよ。落としたい相手はたとえ時間がかかっても必ず落とす。俺は。年齢って諦める理由になります？それとも俺に諦めてほしいとか？家にまであげといて本当にそうなら俺泣いちゃいますけど。じゃあ違うって言うなら、俺が落としにかかっても文句ありませんよね。でもその反応どっち？俺に諦めてほしい？それとも落としてほしい？後者って思っていい？ずるくねえよ。どちらかといえば先輩の方がずるいと思うけど。だって俺がもっともっと好きになっちゃうの反応すんだもん。近くに行っていい？いや、行く。じゃないと先輩に触れることもできない。よし、捕まえた。
もう話さないよ。よいしょ。なんか先輩の顔初めてこんな間近で見たけど。待って、逃げない、逃げない、可愛い子もっと見せてよ。くすぐったい、ほっぺめっちゃツルツルだわ。撫でられるの嫌？じゃあ嫌なら止めるけど。じゃあもっと撫でさせてよ。先輩さ、今自分がどんな顔して俺に撫でられてるか分かってる？マジで俺のこと誘ってる顔してる。でもさすがに俺の片思いのままじゃこれ以上手を出すことはできないから、頑張って我慢はしますけど。あー、今度は残念そうな顔する。でもそうでしょ、さっきも言ったけど、俺はやりたいだけで先輩を誘ったわけじゃないの。後輩じゃなくて男として見てほしくて今日は誘った。俺のことを男として見てくれる？両思いになってくれる？答えてくれるまでずっとほっぺたペチペチとくわ。ムニムニしたりツンツンしたり。これくらいなら後輩が可愛い先輩にじゃれついてるで終われるじゃん。それ本当？いや、今の言葉流れで言っちゃったとかじゃない？いや、後からなかったことにしてとか言わない？本当に？両思いってことでいいの？いや、これでたくさん先輩に好きって伝えられるわ。先輩、本当だよね。いやー、マジで大好きだよ。いや、本当に好きなんだよ俺。出てないで先輩もちゃんと言って、好きって。俺も大好き。あ、やっば。やばい、マジで幸せ。じゃあここからは恋人同士の時間。いや、恋人同士になったんだから最後までいいじゃんね。ダメ？俺先輩としたいんだけど。俺ほっぺだけで終わっちゃうの寂しいな。だからずるくないって、可愛い先輩がいけないの。ほーら、ベッド来てよ。言葉だけじゃなくて俺がどんだけ先輩のことが好きか全身で感じてほしいよ。でもっともっと先輩にも俺のこと好きになってもらう。俺から離れられないようにしたいんだよ。もちろん俺も先輩から離れないよ。約束。先輩、大好きだよ。絶対に離せない。
視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。んでもっていつもコメントありがとう、大好きだぞこの野郎。つうことで、ゆうきちひろでした。俺の声好きか？